優勝した駒澤でさえ1区の選手は15位16位で走ってるわけなんですからね。だから別に創価大学のアンカーの彼が別にまあちょっとブレーキかかったけど、こういうのはあるんですよ。まあそうですね。だから箱根っていうの面白くて、2022年の箱根駅伝もうズバリ最速予想、はい、最速予想は やる気元気森脇チャンネルでございます。よろしくお願いします。2021、はい、箱根駅伝面白かったね、うん、まあまさかの波乱の展開がありました。だからやっぱり最後まで諦めたらいけないんだとね。何が起こるかわからない、まあね、何が起こるかは確かにそうですね。これですよ、だからやっぱり人生ですよね。お正月からもピリッとしたわ、もう僕はピリッとした。だからね、創価大学の榎木監督おっしゃってましたけどね、タイムが走るんじゃないんだと、走るのは人間なんだと、まあ、言うてみたらノーマークやったんですよね。まあ、ただそんな中森脇さん実はこの YouTube の動画の中で創価大学注目やという、うん、あれなんで言うたか言うたら、はい、昨年の箱根で9番入ったんですよ。最後アンカーで島津いう選手が、ね、区間賞も取って、区間賞取って、はい、でこういう大学っていうのは勢いがね、最後に逆転しての入賞で初入賞やし、でまあ新興大学で、まだ歴史も浅いけど怖いもん知らず行くんじゃないかって、大穴っていうのは失礼ですけども、ダークホース的な存在は今年は東京国際やなくて僕は創価大学かなと、ね、チラッと言わせてもらったんですけどね。でもまさかこんな活躍すると思います。いやもう本当に優勝に手が届いていた、はい、もう本当にあと一息のところまで行っていた状態でしたね。3分20秒差でアンカー10区に渡った時に約 1.1 キロでしょ、差が3分20差っていうことは、まあそうですね、1.1 キロで駒澤大のアンカーの選手がいわゆる区間賞を取る、そしてその創価大学の10区の選手がまあ、まあ区間で一番最下位になるんですけども、まあ、結果してそうでしたね。別にね、でもねこれ、はい、各大学の選手が一人ぐらいはブレーキがあるんですよ。まあ青学も今回で言うと前半はちょっとやっぱしんどかったでしょ、はい、山のね山登りの武井選手も途中で足つったりとか、そうですね、まさかのブレーキかかったわけじゃないですか、はい、でそうか思ったら駒澤大学、優勝した駒澤大学でさえ1区で走った選手だって15位ですよ。そんな世界にいるんですよ。だから別に創価大学のアンカーの彼が別にまあちょっとブレーキかかったけど、こういうのはあるんですよ。まあそうですね、だから箱根っていうの面白くて、でもそれでもね、創価大学の9区の選手なんてもう区間賞ですよ。いやそうなんですよね。7区の走った選手も強いね、創価大学。そうですね、区間2位で走ってるんですか、選手かな。そうですね、2位で走ってますね。そうでしょう、はい、すごいよねこれは。いやすごいですね。まあまあでも最後に追い上げで往路で青山学院がちょっと結末つきましたけど、袋できっちり優勝する。そうですね、袋優勝はやっぱり強いで、総合でいうと4位と、はい、さあそんなわけで来年っていうか2022のもう箱根駅伝はもう僕は優勝はズバリとも言わせてもらいますけどね。もう言えるんですか。もう言うんです、まあ、早ない早いですよ。もう新入今年入ってくる新入生からの情報が入ってるから、2022年の箱根駅伝もうズバリ最速予想、はい、最速予想は東洋大学で、はい、おろ、はい、もう今年3位、はい、まあベスト3を目標に掲げて3位に入ってきた東洋大学、はい、来年は群馬東京農大二高の石田というね、スーパー高校生が入ってきますから、中学時代戦後3000、5000の日本記録保持者、そして高校に来て、5000のこう日本記録保持者になったという、なるほど、彼は爆発しますよ。で高校駅伝の都大路で年末花の1区で走った時に最初飛ばしすぎて後半吸収されて不本意な走りをしたんですよ。やっぱりこの駅伝の厳しさを味わったから、この箱根で僕は
1年生で大ブレイクするんじゃないかというさあ本当にどうなるんだ2022年、誰よりもどこよりも早く箱根駅伝、まだ11ヶ月後の予想東洋大学で打ち立てましたけど、青山学院も悪くないですよ、洛南高校から若林といういい選手に来ますからね。なるほど、まあやっぱりそのあたりの強いところが来るんじゃないかと。そしてこの創価大学もあの今年走った選手たちがあのほぼほぼ残りますからね。だって4回生創価大学今年走った4回生って7区の人1人ちゃうかな、あ2人か、はい、8人残るん、うわーすごいね創価大学も8人残るわ、まあ、そういうことですね。まあ、駒澤もほぼ残りますけどね。さあそんな中もう一つちょっと注目された話題になったのが、また今年もシューズが話題になっちゃいましたというか、ナイキ一色やったなという僕も見ててその印象がありましたね。緑が多かったね、緑いつまでもこの時代は続かないですからね、僕はと僕も思ってたんですけど、なかなか追随できるのが区間賞でいうと唯一7区だけがニューバランスやったという話で、はい、やっぱり他のニューバランスやシックスやミズノとかアディダス黙ってないですよ、リーニンも含めて黙ってないです。まあ、だから僕はこうやってどんどんと新しい何メーカーが参戦するから面白くなってくると思いますね。いつまでもそういうそうなんですよね、ナイキ一強というわけにはいかないと思います。いやそう願ってるんですが、今回結局戦ったのはナイキ対ナイキになったなという、あのいわゆるベイパーフライというそのピンクのタイプと、アルファフライという別の大迫選手が日本記録出したタイプと、その2強になってしまったというのが結構、ただ高校駅伝の女の子を見てると、女の子はそうですね、女の子を見てるとまあまあナイキ多いけども、あのアディダスの黄色のやつと、ね、と水野と、あとはこれですね、はい、これもアシックスも結構多かったみたいですね。やっぱ女の子はこの水野結構入っておられましたね。距離もあるのかなというところもちょっとありまして、うんうんうん、7区のその、唯一ニューバランスで区間賞を取った方がいてるんですけども、うんうん、それがね、短い距離での高速レースを想定したシューズなんですよ、ニューバランスのフューエルセルというモデル、また僕らが紹介したのとはまた違うやつなんですけど、まあ、なのでちょっとシューズもちょっと色が出てきて、まあ、男女だったり距離だったりっていう、まあ、そういうところでの微妙な攻め方も出てきて、まあでも、まあ、いろんな声はあると思うけども、ね、またそういうのもあって次回、ね、この経験を糧に頑張ってもらいたいですよ。なかなかうまいこといきませんからねまあそうですね、1年に1回ここに集んで標準うまいこと絞ってくるっていうのは難しいもんやと思うけども、だから何があるかわからないっていうことが今回箱根駅伝で教えてもらったし、最後まで諦めないっていうのを教えてもらいましたね、はい、そして最速来年の予想は、はい、森脇さん的には東洋大学で2020年、ほんまかなこれ、来年振り返ってどうなんだよちょっと来年もし、はい、あのちょっと振り返れそうならこの発言もちょっと振り返ってみて、はい、もう予言がもうズバリ当たってたらめちゃめちゃおもろいですけどね、はい、農大二高の石田君が爆発すると思いますよ。もう今のところでも創価大学も森脇さんはちょっと読み通りといえば勢いでいったと、当たったねええ感じだったね5万円じゃないですかそして、大八木監督の男だろ言うてましたね、ほんまに言うてましたね、男だそれがしかも声拾ってテレビに載ってましたからねそんなことあんねやと思ってまあでも駒澤大学優勝おめでとうございますはい、MVP は創価大学だと思います。はい、そして来年は東洋大学、答え合わせは1年後、はい、ぜひ皆さん引き続き森脇チャンネル応援お願いします、はい。